エドワード・イングランドはアイルランド出身の海賊。主にロイヤル・ジェームズ号とファンシー号を指揮した。彼の海賊機はサミュエル・ベラミーのものとほとんど同じであり、ドクロの元に交差する骨であった。イングランドは1685年頃にアイルランドにてエドワード・シーガーとして生まれた。彼はヘンリー・ジェニングスの部下としてフロリダアンでナンパした。 スペインのガレオン船から財宝を盗み出す遠征に参加した。その後、チャールズ・ベインの部下として後悔し、やがて船を与えられて独立する。七百二十年、イングランドと一味は、アフリカのコモロ諸島でジェームズ・マックラ船長のカサンドラ号と戦闘となる。多数の死傷者が出たにもかかわらず、イングランドがマックラを逃がしてしまったために、部下たちは投票によってイングランドを 船長の座から追いやり、モーリシャス島に置き去りにした。彼はボートでマダガスカルに渡ったが、1720年か1721年に、おそらく熱帯病で死んだ。1685年頃、アイルランドにてエドワード・シーガーとして生まれ、おそらくはカトリック教徒として育てられた。スペイン継承戦争の最中ジャマイカに渡った後、死略船の航海士を務めた。 しかし一行は海賊クリストファー・ウィンターに囚われ、これがきっかけとなり海賊家業に乗り出すこととなる。おそらくこの頃、シーガーの生を捨てイングランドを名乗るようになったとされる。1716年、ヘンリー・ジェニングスの部下となったイングランドはフロリダ湾で難破したスペインのガレオン船から財宝を略奪する攻撃に参加した。1718年、イングランドは チャールズ・ベインの総打手となった。ベインのスループセンラーク号は、イギリス海軍のフェニックス号に捕らえられるが、後に解放される。1718年、イングランドは、ベインから船を与えられて独立した。バハマ植民地総督のウズ・ロジャーズがナス層へ、やってきた際、多くの海賊が王の赦免を求めて降伏したが、ベインとハイカの海賊たちはこれを拒否した。イングランドも、 例外ではなく、一味は、アフリカへ向かった。一味はシエラレオネで、ブリストル席のスノーセンカドガン号を打歩する。この船の船長は、スキナーという男で、イングランドの部下のうち数人は、かつて彼の船の乗組員だったことがあった。スキナーは彼らと異世を起こし、給与を払わずに追い出してしまった過去があり、恨みを持っていた海賊たちはスキナーに虐待を加えた。 チャールズ・ジョンソンの海賊誌によると、海賊たちは、こう言ったとされる。これはこれは、好きな船長じゃねえですかい。俺はあんたに会いたかったぜ。あんたには随分と借りがあるから、たっぷり礼をさせてもらいますぜそう言うや、いなや、海賊たちはスキナーをウィンチに縛りつけてから酒瓶で、殴りつけた。さらに彼らは、スキナーの命乞いを無視して、乾板中を引き回し、散々無打った。 最後には、いい船長だったと言い放って、フリントロックで頭を打ち抜いてしまったという。イングランドは、カドガン号の乗組員たちを自分の部下とするつもりであったが、この船に一等航海士として乗船していた、ハウエル・デイビスはこれを拒否した。デイビスは、海賊の仲間になるぐらいなら、死んだ方がマシだと言い放ち、この雪に感心したイングランドは、 カドガン号の指揮権をデイビスに与えて解放した。この一件がデイビスの海賊としてのキャリアのスタートとなり、後にデイビスの部下となるバーソロミュー・ロバーツにもつながることとなる。その後、イングランドはパール号を打破すると、自らの帰還とし、ロイヤル・ジェームズ号と改名した。1719年の春、ガンビア川やケープコーストの沿岸を荒らし回り、10隻もの船を 略奪、打破した。これらのうち二隻を、イングランドの元から離れるロバート・レーン、およびロバート・サンプルに与えた。さらにビクトリー号を両戦とし、ジョン・テーラーという荒くれの男に指揮を任せた。アフリカ沿岸を略奪しながら航海した、イングランドの一味は、ウィダーに向かうが、当地はすでにラブーシュ船長という、フランス人海賊に略奪された後であり、これはトローに終わった。一は、 近くの港に入港して、そこで数週間過ごすが、現地の女たちに乱暴を働き、住民と争いを起こして数人を殺害するにまで、至った。さらに集落を焼け払ってしまったという。ファンシー号とカサンドラ号の戦いを背景にした、エドワード・イングランド1720年、イングランドの一味は、コモロ諸島のアンジュアン島にて、二隻のイギリス船と一隻の、 オーステンデ戦と遭遇する。このうちのジェームズ・マックラ船長が指揮するカサンドラ号と戦闘になり、カサンドラ号とイングランドのファンシー号が座礁した。戦闘の結果、イングランドの船員は90人もの死者を出し、マックラも多数の部下を失い自身も負傷した。島に逃げ延びたマックラはーカート、イングランドに投降し、ロイヤル・ジェームズ号の捕虜となった。捕虜となっている間、 真っ暗は、なんとか海賊たちの機嫌をとって、命だけは救われたが、イングランドは彼らの気が変わらないうちに立ち去るよう、真っ暗に忠告した。イングランドは慈悲深い男であり、カサンドラ号を奪った代わりに損傷したファンシー号を、真っ暗に与えて逃がした。しかし、イングランドのこの選択は、乗組員たちの不況を買うこととなった。さらに逃げ延びた、真っ暗が、 海賊討伐のために船体を準備しているという噂を聞きつけると彼らの怒りは最高潮となった。ビクトリー号の船長であるテイラーはすぐさま投票を行ってイングランドを船長の座から引きずり下ろし、イングランドと彼に忠実だった3人の部下をモーリシャス島に置き去りにしてしまった。置き去りにされたイングランドたちは板切れから小型のボートを作ってマダガスカルに渡った。 イングランドは、その後、マダガスカルにておそらくは、熱帯病で死んだ。1720年か1721年のことだと、される。イングランドは、海賊の中でも特に人道的な人物として、知られている。チャールズ・ジョンソンは、著作、海賊誌の中で、イングランドについてこう述べている。イングランドは前期分別を持った人々の一人であった。性格も良く、 勇気にも富んでいた。強欲では、さらになく、捕虜を虐待することを常に嫌をした。仲間を、このような、温和な性格に持って行くことができたら、彼は、控えめないもので満足したであろうし、あまり悪辣な行為に及ぶこともなかったと思われる。しかし彼は、他人の言うなりになり、またあの忌まわしい集団に深入りしすぎたため、 彼らのあらゆる悪行の片棒を担がざるを得なかったのである。荒くれ者の海賊たちの中では誰よりも野蛮で残酷である人物こそが尊敬の的となった。イングランドはこれと全く正反対の性質を持っていたため部下たちはしばしば彼を軽視した。イングランドは一味の中で自らの権力が落ち目になっていることを自覚しており何か意見するたびに 部下たちが反抗するありさまだった。最終的にはイングランドの善意が彼を船長の立場から追いやることとなってしまった。ありがとうございます。